はい、ですね、今日は二次元の森に来ました。鬼滅のね、イベントまたやってるっていうことなんで、ただなんか今見るとシティハンターの音楽とかね、はい、たくさんね、いろんな他のイベントもたくさんありそうなので、ちょっとそれも見ていきたいなと思ってます。はい、これシティハンター、このなんかチラシもらいました。ハンターのですね、すごい、これは量が一個潰されてるトンカチですね。これ何、写真撮影に使えるってこと？すごい、ね、あ、すごい、シティハンター、シティハンターって何だろう、何のアトラクション。いやー、ちょっと映画見に行こうかな。シティハンター好きなんだよ。ミッションをクリアして、まあいいか。あれ、これ黒板がある。XYZ だ。あ、これは素晴らしいですね。これめっちゃいいっすね。この選択肢。いや、ドラクエやりてー。はい、ゴジラの直前まで来ました。お、人が入っていく。じゃあ近くまで来ちゃいました。いやー、これどうなってんすかね。なんか行ってみたい気はしますが、すごいですね。お子さんが遊ぶゾーンは、これはなんかあれっすね、結構クレヨンしんちゃんっぽいっすね。クレヨンしんちゃんゾーン、あ、チームしんちゃん、すごい、クレヨンしんちゃんアクションカレンダーです。なんかあれ、リール系だね。はい、この辺はちょっとナルトゾーンに入ってきましたね。地雷屋さん、中入れるの？中入れるっぽくないですか？風船。立ち行きした。ただの風船か。子供が入って遊べるやつかと思った。わ、すごいね。これあれですね。ナルトのこのアトラクションが、ね、4周年。すごい。こっちから逆だけど。後ろだ。全部後ろ。4周年だ。
はい、二次元の森のちょっと正面まで来たんですけど、すごいですね。これ普通になんかサービスエリア的なんですか。淡路島公園っていうのが、すごいっすね、淡路島。はい、なんか二次元の森いいっすね、この景色。どこないこのドラクエのさ、城があって、そしてゴジラ、森の手だと、これ一気行けるよ。続いてるもん、ここすごい遊べるじゃん、この公園みたいな。行きましょう、ここまっすぐ。はっ、下っていきましょう、この森のテラス。下っていきましょう、今。すごい一気に駆け下りてきました、今。いや、楽しい空間だな、ここ。なんかちょっと暗くなってくるとさらになんか恐ろしい感じがしますね。ゴジラ、すげえ。一回やってみてよ。すげえ。